はい、というわけで今回はこのゲームやっていこうと思います。勇者には休みがない。はい、まあ、初めからストーリーモードとエンドレスモード、まあストーリーモードでいいか。まあ、騎士と魔術師、魔法が使えるのかな。まあ騎士でいいか。はい、とても遠い昔とある王国にて宝物を狙っていたレッドドラゴンが王国へ連れて10個の宝を盗んでいきました。まあとりあえず、まあ、その盗まれちゃった宝石を探しに行けってことですね。キャラクターは自動的に動きます。 MP を使って最寄りの攻撃に魔法を与えます。ポーションを回復します。間違えた。はい、確認。敵がいますね。まあ、敵で移動速度も変えられるみたいですね。で、タッチで破壊できます。HP が少なくなってきたらポーションで回復する。今すぐポーション使用します。はい、ポーション使用した。はい、まあ、これで、まあ、瓶とかを破壊していくゲームですね。で、まあ、壺とかもあるみたい。壺とか、樽とか。あ、死んじゃった。え？死んじゃったよ。死を恐れない。死の先にある焦点を利用するともっと強くなります。これでなんかアップグレードとかできるみたいですね。どうしよう。まあ、攻撃力でいっか。はい。あ、ポーションとか、あ、ゴールドとかもあるみたいですね。はい、まあ、こういう感じなんですね。はい、やりましょう。今度こそエンディングを必ず見るのか。エンディングとかあるみたいですね。宝箱は鍵がないと開けられないみたいですね。MP なくなってきてるし。はい、まあ、この雷で、なんか、雷はもう自分が攻撃してるんですね。雷とかを撃って、まあ、相手を攻撃すると。はい、まあ、こういう感じで、まあ、多分、まあ、剣とかアップグレードしながらどんどん先に進んでいくっていうゲームですね。やばい、死んじゃう。あ、死んじゃった。はい、アップグレードします。アイテム。アップグレード、はい。あ、防具とかもアップできるんですね。盾、いや、盾。いや、まあ、これでいいか。はい。これでアップグレードします。はい、アップグレードしましたね。あ、ポーションとかも。回復量かな、これは。回復量が違う。はい、まあ、こういう感じでどんどんなってるんですね。これ、国がめちゃくちゃだな。雷とか当ててつ、まあ、どんどん先に進んでいくっていうゲームですね。MP なくなるのかなり早いですね。MP は自動的に回復しているんですね。宝箱は鍵が必要なの。うん、うん、鍵、開いた、開いた、開いた。MP は自動で回復してみてるんですね。モンスター空中に浮いた時はタップできます。死んじゃったよ。はい、まあこういう感じでやっていくゲームですね。はい、というわけで今回はここまでにしようと思います。次回もお楽しみに。